雪形とは、日本各地において、山腹に、岩肌と積雪が織りなす模様を人が何かの形に、見立てて名付けたものの総称。山の名前がその形にちなむ場合もしばしばで、また農事歴として、農作業開始の目安に用いられることも多かった。かつてはそれぞれ固有の呼び名で呼び習わされているのみで、それらを総称する語はなかったが、昭和期に、雪形という語が広まった。 ただ、一般へ認知の広まりとは裏腹に、気象予測の発達に伴い農事歴としての役割は薄れていった。白馬の雪、形雪形は、積雪の様子がよく見える山が里近くにある地域に多く伝わる。日本国内で調査、記録されているものは、新潟県に最も多く、図雪雪形によると170個を超える。ついで長野県に多く、60個近い。 調査で判明しているのは、岐阜伊東の都県にあるものがほとんどであるが、南の兵庫県交流の山や愛媛県石槌山にも伝わることが確認されている。各地の雪形は、それぞれ固有の名前で呼ばれてきた。例えば、常年岳の常年棒、各地の駒ヶ岳の馬の形や、蝶ヶ岳の羽を広げた蝶の雪形など、山の名前のもとになっているものも少なくない。 しかし、一つの山に一つの雪形と限られるわけではない。富士山や岩木山のようにいくつもの雪形がほとんど同時に見られる山もある。同じ山でも見る角度や地域、時期によって異なる雪形が見立てられていることもある。雪形の多くは、農事歴、自然歴として、田畑の仕事や漁を行う時期の目安に用いられてきた。季節が移するに従い、 雪形は姿をどんどん変えてゆく。この形になれば、田植えを行い、この形になれば、豆をまき、など、農民は、農作業の目安にした。東ず富士の雪うさぎは地元では、種まきうさぎとも呼ばれているのがその例である。残雪量は、積雪量や気温に左右され、その後の用水の高にも反映されるため、天候や、災害の予測、放教占いにも用いられた。 積雪量が少なく雪形が早く消えた年は、水不足が懸念され、またいつまでも消え残る年は、例外が予見される。北海道石狩市アイカップ岬の馬雪は、かつてに新漁を終わりを告げる暦として、漁業者に利用されたことが伝えられている。古来の雪形は、農業形態の進歩と、気象観測の発達整備に、農事歴としての役割を失いつつあるが、 変わって古文化財として新しい時代の観光資源の一つとして人々の関心を集めている。白鳥の設計昭は以降、雪形全般に関心を持つ人が増えるにつれて新しく見立てられた残雪の形が雪形の研究者のもとにたくさん報告されている。人里は慣れた登山道などから眺めた山肌にくっきりとした残雪模様が見つかると、 それらにも名前が付けられることがあるが、田淵幸雄は著書、山の文様雪形で近年に新たに見立てられた残雪像を雪形のニューフェイスと呼んで古来からの伝承に基づく雪形と区別した。雪形にはポジ形とネガ形とがある。ポジ形とは山肌の窪地になっている部分に消え残っている残雪の形である。ネガ形とは白い残雪の中で 雪の溶けた山肌が黒く浮き上がっている形で、あたりは岩場やせいぜい末の広がる場所である。雪形には、農民に馴染みのものの形が見立てられていることが多い。見立てられた形には、種まき、豆まき、賊巻き、白書き、田打ちなどをしている人物や馬、牛、鳥など身近な動植物、文字、農具類等がある。例えば、富士山には、 豆巻小僧、脳鳥、脳牛、おいの雪、脳男などの雪の形が見立てられてきた。極低バーキンの旅満録には脳男の記述がある。白馬だけに見られる馬型の雪模様は、大馬、つまり白書きをする馬の形に見立てたもので、これが見られると白書き作業をすべき時期だと、里人は知ったという。なお山の名は、大馬に白馬という字が当てられて、 現在の白馬だけとなったものである。五留学の武田美氏は農事歴としての役割は伝わっていないが、明瞭な形が美しく、誰にもわかりやすい。完成、文化年間の菅江雅美の表した津軽の遊覧記には、八甲田山と岩木山の残雪図が残されていた。この中に、八甲田山については、種巻き地、ニハサみ、牛首について、 ずっとその能事歴についての記述がある。雪形というのは比較的新しい言葉である。日本の新越地方には雪の文様に名前を付けて暦代わりにしてきた地域が少なくないが、それらを総称する言葉は昭和以前には特に決まってはいなかったと考えられる。柳田国夫は山村五位でうさぎ雪、乗り物型など雪の描く形について触れている。 1938年に岩品小一郎は残雪絵工を山岳雑誌山小屋に発表。岩品は残雪絵という呼び方は歯切れが悪いと考え代わりに雪形という言葉を考案し登山講座第5巻山岳語彙にて発表。1968年間の山の民族では雪形工として60山100種の雪形を紹介している。 山を描く日本画家の中村聖太郎が1954年1月14日の朝日新聞事上で、絵との馬年にちなんで、白馬岳の大馬を取り上げたことから、一般にも、雪形という言葉が広まっていった。中村は著書、ある円末の独白では白馬岳の大馬、レンゲノリクラの種巻爺さん、槍ヶ家の各種と総取り、大日岳の種巻爺さんを紹介している。 田淵幸男は1966年3月、東京中日新聞に、残雪の芸術として、雪形の紹介を連載。加藤東梁や向山正重と共に、品の雪形株式会社というグループを結成、雪形調査を進める。1981年には、雪形に関する知識と写真の集大成とも言うべき、山の紋章雪形を、学習研究者から出版している。 新潟県民族学会でも1982年に雪形地調査のグループができ、1997年にその成果をまとめたものが、図節雪形地として斉藤義信の,の手で出版された。ありがとうございます。